さて、防衛大学校は各自衛隊における幹部を育成する学校として、学業、訓練、そして私たちのようなクラブ活動を三本柱に掲げ、国防という崇高な目標を胸に日々の生活に勤しんでおります。ところで、昨年末木村拓哉主演で初実写化となったスペースバトルシップヤマトが公開となりましたが、私も将来バトルシップに乗り身として非常に熱い思いを感じました。幾年経っても変わることのない人類が平和を願う気持ちは、特に平和を仕事にする私たちには欠かせないものであります。残念ながら次の曲で最後となってしまいます。この度は防衛大学校吹奏楽部の演奏をお聴きいただき本当にありがとうございました。皆様といつかどこかで一緒に国防の任につけることを楽しみにしております。それではお聴きください。宇宙戦艦ヤマト。Thank you.
ごきげんよう、さようなら。